よっしゃ、なになに、走っていった。いや、止まったな。なに、トンボ狙い。私が。皆さん、こんにちは。ただいまのワイナトーン時刻は2023年9月23日土曜日の午後0時51分です。本日は夕方6時まで広場で今シーズン最後の虫捕り大会が開催されています。あ、もうそ、え、ん、今シーズン最後、夏が終わるってこと？ん、9月まで夏に入ってんのか。なんとなく数字的に9月って秋のイメージなんやけど、ん、秋最後ってことか。あれ、10月からは冬？わからん。それでは本日も楽しい一日になりますように。どういう区切り？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、でもそっか、あれか、冬に虫捕り大会はないか。ってことはやっぱ最後ってことになるんか。ん？ってことはあれ、今シーズンっていうか今年最後ってこと？それぐらいになるんか。さあ挑みますか。なんかわらわらいるね、めっちゃいるね、みんな。今シーズン最後の虫捕り大会だ。嫌おうなく気合も入るってもんさ。あんたも後悔しないように全力で楽しむんだよ。だってね。ありがとう、そうするよ。びっくりした、めっちゃ虫飛び立ったと思った。鳥か。虫捕り大会開催中だよ。アイナくん自信ありそうな顔だね。僕だって虫さんたくさん捕まえちゃうんだから。負けないよ。だそう。まだ20匹までは行ったことなかったんよね。そこを目指したいんやけどな。とうとう今年最後の虫捕り大会ね。あ、やっぱり今年最後なんや。へえ、私魚釣りより虫捕り大会派なんやけど。魚釣りは冬でもあったっけ。これで終わりかと思うと寂しくなっちゃうわ。ダメダメ、こんな弱気になってちゃ。私も今年の集大成として今日は頑張るんだから。だってば。てかあっという間よね、今年が終わるの。あれ、君とお話してるのは久しぶりだっけ。じゃあ昨日僕がいっぱいおしぼりしてたのは夢の中の君だったのか。です。夢の中でまで、あ、はあ、せっかくの虫が飛び立ってしまった。くそ、置いておきたかった。いや、虫捕り大会開催中だぞ。秋ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。もはや虫グッズはどうでもいいよね。ただただ虫捕り大会は楽しい。あとお金が稼げる。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網一本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫捕り大会に参加するかい。今日初めての人は参加費無料だぞ。無料だぞ。はい、参加します。現実でもこれぐらいさっくり稼ぎたいもんだよ。お、そうかい、歓迎するぞ。あー、でも虫無理だな。ゲームの中やけんいいけど、現実で虫捕り大会で稼ぐ絶対無理やな。触れねー。それじゃ今から3分測るからな。どんな虫でもいいから、とにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。よーい。よし。なんかこの辺いっぱいちょいちょい飛び寄ったんやけど、もう全部おらんくなっとるやん。蝶々はね、危険圏いいよね。このなんか捕まえ損ねた時に。他のやつらってなんか、消えるやん。ブーン。みたいな。それがないけんね、いいよね。はい、2匹。そこにもいるのが気になるけど。ああ。なんか上におるやん、マミーさん。あれ、今のいけんかったの？はあ、届かねえ。君。え？よし、3匹。私目標20なんやけど絶対無理な気がする。4。
どやどやどや。え、全然いいね。は。5。え、ペース的にどうかな？遅い？これが遅いのか早いのかもよくわからん。もう何回も参加しとるけど全くわからん。もうちょいこっちに。そうそう。6。びっくり。鳥肌立った。はい、7。いや、でも順調な感じはするけどな。めっちゃ押した。どうだろうか。なんか急にいなくなったんですけど。やっぱり調子に乗ったらおらんくなるんやな。8。10ぐらいで終わりそうな気がしてきた。え？もっと蝶々飛んでなかったか。はい、9。これってやっぱりさ、島の中の花の数とか増やしたらさ、虫の数も増えるんかな。蝶々増えそうじゃない？あー、終わりそうだー。あ、終わるなー、これは。え、10いかんやん。マジで、さすがに10は行きたいんですけど。あー、終了ー。なんてことだよ。うわ、そこに二人で一緒に狙ってるー。いやー、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな。チャレンジ中に君が捕まえた虫は、そこのテントの下の虫かごに入ってるから、確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。でもまずは結果を発表しとかなきゃな。ふんふん。虫かごに入った虫の数は全部で9匹。ん？ 3 匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で11ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。今までどれぐらい？ 12、3匹ぐらいが最高やったんかな。じゃあとりあえずは目標15匹ぐらいにした方がいい？はい、全部買い取ってください。安っ安っ。まあ今回ほぼ蝶々やったもんな。はい、もう一回。はい、全然いいね。そこの、よし、一匹。で、さっきまでこの辺蝶々飛びおらんかった。あ、君やったかどうかは覚えてないけど、とりあえず。はい、2。さっき2人で狙いよったやつはもうおらんくなった。さすがにおらんか。そこの、はい、3。そして今そこに蝶々が。マミーさん取れよんかな。あれ、アゲハが飛びおらんかった。モンキーやったんかな。風船が気になる。なんかビアンカさんも上におるな。ま、きえ、おお、めっちゃギリギリ超ギリギリ。あー、しかもナイスなタイミングで網が壊れたよ。買い足しとこ。あれ、さっき何匹やった？8やっけ、9やっけ、わからん。はい、あ、9やったね、さっき。え、10匹の壁が越えられねえ。嘘。でも多分値段は高くなったはず。買い取って。安かった、安かったよ。くそー、なんてことだ。ちょっと待って、網。よっしゃー、なになに、走っていった。
いや、止まったな。何？トンボ狙い？私が。ありがとう、横取りしたのに。自分のことのように喜んでくれるめちゃくちゃいい子たちだな。私がすげえ嫌なやつだ。ただただ。くそ。待って、全然違う方向なんだけど。見えない。これは違うやつに移行した方がいいっすね。いねえな。はい、出てきた。はい、2匹。しかし30秒ぐらいかけて2匹ってことないよね。やばいな。それはやばいな。そこにモンシロモール。はい、3。4。最初の方はいい感じなんやけどな。てか途中からあれよね、確実に虫の数減るもんね。なんかそれ確実やけん。お、待って、はい、5。んで今その辺蝶々飛びおらんかった？あ、トンボやった。違うんだよ、なんか落ちてきたけど。すごく気になるけど。うわー、くそー。でも花が多かったらさ、虫増えるかもしれんけど、走れないんですよね。はい、6。散らしてしまいそうで走れないんですよね。お、そこにバッタおったね、今。はい、7。お、今回は10はいけるんじゃね？っていう調子に乗った発言した途端に何も取れんくなるけんね。その辺すごく危険なんですけど、今バッタおったん気づかんかったな。アメンボの方に気を取られていた。くっそー、あそこで2匹取れたところを。何？ちょちょもらうね、ありがとう。お、これは今回は10いけるな。見せる時間いいよ。くっそ、無駄な時間。じゃあさっき木から落ちてきたやつ気になる。拾っとこう。あ、あんなとこに半妙。なんてなんて、見えんかった。ハンモック。なるほどなるほど。あ、めっちゃいいやん。キャンプ場にちょうどいい感じやん。え、めちゃくちゃこの辺置きたいけど。置きたいけど。あ、めっちゃいいんじゃない？いいやん、いいやん。オッケー。で、こんな感じで、戻るか。あ、アメンボまた増えとる。やっぱこの大会終了した段階で虫が増えるんすよね。多分安心してわらわら出てきようやと思う。このハムシもおるし。はい。でも、12いけたんか？多分やっぱ12、3ぐらいが私の限界なんだろうか。そんな感じするなね。ありがとう、かんなちゃんも一緒に結果聞いてくれよる。どっか行ったよ。さあ今回どう？全部買い取って。安っ。今回全部安いな。ねえ。今回全編を通して安いわ。せっかく参加するならトロフィーをゲットしたいね。大会何度も出て虫を取りまくればもらえるらしいから、ガンガン挑戦していくよ。だってね。何回も挑戦してるんだけどな。ごめん、めちゃくちゃ被るね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで。
今期の虫取り大会が終わってしまった。私の楽しみが私の大好きなイベントが終わってしまった。なるほどね。魚釣りはまだ今期ラストみたいなの聞いてないけん、まあ、まだあるんかな、おそらく。で、何殴られそう怖い